その服装で上手に調節してください。ちなみに山口さんは最近は服装事情はいかがですか？お、春用が出てます。あれ以前あのジャンパーを着ているということも伺いましたけれども、はい、おさんジャンパー今もそうですか？おさんジャンパーもう登場してないです。今もうどのくらいでやめましたか？はい、4月の、ね、10日頃だったと思います。あ、そうだったね、すごいです、ね、うん、ピンポイントで出てくるんですね、日付が。今年からつけようと思ったんですよ、はい、おじさんジャンパー正直と終日ってでもいやこれおじさんジャンパーがね未来英語着てるわけじゃないんであ、同じものはってことですね。そうそうそうです、はい、種類によっても変わるんだろうなって思って記録はちょっともうあの控えたんですけど、はい、あの大体それぐらいでしたそうだったんですかでも今おじさんジャンパーではなく、うん、普通のそうですね、はい、あの軽めの服装ですか？そうですね、ちょっとこう羽織るもの、うーん、カーディガンじゃないんですけど、はい、羽織るもの。それでもだいぶしのげるぐらいになってきましたもんね。もうね十分です、はい、もうね、2、3日前なんてその羽織るもの暑かったですよね。そうです、そうです。だから、まあ、半袖はまだなんですけどね、はい、長袖にちょっとこう腕まくりっていうような、ね、あの中間仕様で、はい、あのちょっとやっておりましたけれども、はい、あ、そうだったんですか。はい、季節の進みを感じておりま す、ね、はい、皆様からも服装の変化多く届いてますけれども、上手に重ね着をしてうまく過ごしていただきたいと思います。何ですか？衣替え気になりますね。衣替え気になりますねって言うといつも山口さんこうブルッと震えるんですけれども、はい、衣替えはどう思いますか？衣替えっていう文字が私の中にクローゼットですか？ないんですよ。なのであの一年中使えるようにしてますし、はい、まあ、当然洗ってあのそうですよ、そのあの何かけてあるんですけど、寒くなればそれひったくって、うん、着ればいい。あの特にこう入れ替えはしないってことですね。全くその概念が、ね、ないんです。もし入れ替えるとしたら入れ替えた方がいいですか、もうこの時期から？あ、そうですよね。皆さんはどうでしょう？どうなんだろう皆さんどんな服を着てるんだろうっていう。あ、でも北海道の方は結構コートも、あ、もう服装予報で出てますよね。あ、そうです、雪が降るぐらいですから、はい、そうですよね。北日本エリアの方はね、来週もまたもうちょっと寒気入ってくる時あるんで、はい、まあ、もうちょっと見極められた方がいいかもしれない。見極めた方がいいですか？関東はもう大丈夫そうですか？関東は、はい、そうですね、この時期らしい服装がこの時期らしい服装を、まあ、そもそも理解してないんですけど、ね、いやいやいや、まあ、カーディガンとかですかね。すいません、あの無茶ぶりまして。そうですね、私だからね、あのもう怖いんです、服装の質問があれずっとこうされてるじゃないですか、いやもうめちゃめちゃ緊張するんですよ、これ何聞かれるんだろうっていう。あと、まあ、また私以外のキャスターも伺うと思うんですけれども、うん、ぜひうまく対応いただければと思います。なので基本的にはあの、はい、まあ、江川さんの場合は基本的にお断りしてるんです、はい、お断りしてるんですか、うん、私の時はどうですか？まあ、あのお答えはするんですけども、はい、ちょっとかなり曖昧な濁されてるということですね、なので人によって体感違いますからね。そうなんです、そうなんですよ、はい、だからあんまり私参考にしてほしくない個人的には、ね、まあ、なかなかこう うまく、まあ、絶対というのがないものですからね。そうなんです、はい、そうなんですよ。そこはもう自由がいいと思いますよ。そうですね、ぜひ皆さんアプリの服装予報をご覧ください解説は山口さんでした。ありがとうございました。以上、全国の明日のお天気まで見ていきました。それでは17時30分に再開いたします。